忘れることは悪いイメージだけど生きていくには絶対必要ですね。人生には様々な経験があり、その中には嬉しいことも悲しいことも含まれます。時には過去の辛い出来事や失敗を忘れることが難しいかもしれませんが、それを背負って生きていくことはとても重荷になります。過去を振り返り学びを得ることは大切ですが、過去の出来事にとらわれて新しい一歩を踏み出せなくなってしまうことは避けなければなりません。忘れることで心に余裕が生まれ、新しい可能性に向かって進むことができるのです。忘れることは頭から消すという意味ではなく、過去を受け入れることができるようになることです。過去の出来事を受け入れ、それを乗り越えた自分自身を認めることが大切なのです。もちろん忘れることが全ての問題を解決するわけではありませんが、適切な時に適切なことを忘れることは自分自身を守り成長させるためにはとても重要なことです。そうすることで新たな希望と可能性が見えてくるのです。